こちらは、私のお店で今一番あの土バサミの作品で小さな作品になるんですけども、バサミ入れを多分ご覧いただいたりしたことも、ある方がいらっしゃるかなと思うんですけど、こうチョキチョキ切っていって、花の形にしてあるオブジェになってます。でこのまま玄関先だったりとか、あとは生活空間の中にこう飾っていただけるものになってるんですけれども、まあ、入門編というか小さいな、作品で、あの私の世界観を少しお家で感じていただけたらなと思ってます。代表作でボンボニエールになります。大きいサイズと小さいサイズ3サイズ作ってるんですけれども、これが一番最初から作ってる中くらいのサイズになります。こんな感じで、商品になってまして、お菓子入れていただいたりもできるんですけども、皆さん例えばアクセサリーを入れていただいたりとか、あとお香ですね、お香を炊いていただいたりとかっていう形で、いろんな使い方をしていただいてます。でこう蓋ができることによって、こう皆さんあのいろんな用途で使っていただいてるんですけれども、これが一番和菓子のハサミ菊、私の作品の原点になりますハサミ菊にそっくりな形になってまして、和菓子から入られた方もあの特に人気の作品になってます。まあ、教えさせてもらう中で、やっぱり京都の伝統工芸、まあ、京都の伝統産業って言われているものって74品目もあるので、でやっぱりどうしてもこうすごいものとか、こう敷居が高いものとか縁遠いものみたいなイメージをやっぱり持ってらっしゃるので、
まあ、なんか身近にあるのが工芸なんだっていうことも含めて、まあ、私を通してこう身近に感じてもらえたらいいなと思って教えに行ってるんですけど、まあ、そこからこう興味を持って、まあ、自分のこう卒論をそれにしましたとか、自分の将来の夢は陶芸家ですっていう子が出てきたりもしてて、やっぱりそういう部分でこう少し興味を持ってくれた入り口が自分だっていうことがすごく嬉しかったりとか、あとはこうやっぱり観光資源たくさんある中で伝統産業もそういう一つなんだよっていうのを伝えられたらいいなと思って、それが一番こう自分が教える楽しみでもある喜びでもありますかね。伝統工芸、伝統産業全体、日本全体のこともそうなんですけども、まあ、一つ自分の身近なものをきっかけにこう入っていく入り口になったらいいなと思ってます。私もろくろ師なんで、基本的にはろくろを自分で引いて、装飾っていう形でこういう新しいものを取り入れているので、やっぱり基礎がないと形も自分の好きなようにやっぱり作れないですし、焼き上げまで持っていけないなっていうのもあるので、やっぱり基礎はすごく大事だなと思いますね。すいません。この装飾に限ることではないんですけど、やっぱり土の調整がすごく大変で、このハサミを入れる柔らかさだったりとか、それまでの削り工程だったりとかっていう部分で、柔らかさの調整とか硬さの調整っていうものが、やっぱり土が生き物なのでどんどん乾いてきたりとか、あとは柔らかくなりすぎたりとかっていうのをこうすごくこう狭いところを狙って調整していくっていうのが一番難しいですね。季節だったりとかテーマだったりとかに合わせていろいろ考えるんですけど、まあ、どこかではこう作りたいものがバーッとこう出てくるんですけど、やっぱり出てこない時はすごいこう悩ましい時間もあって、でも出てこなかったことは一回もないんですけど、最後まではでもやっぱりその降りてくるのが2ヶ月前だったら余裕持って作れますけど、こう1ヶ月前ぐらいだともう慌てて作っていくっていう形で、なかなかこう新しいものっていうのを求められることも多いので、自分の中でいろいろストックは、やりたいこととかこう作ってみたいものっていうのはたくさんストックはあるんですけど、それとその次の展覧会だったりとか、こう次の企画だったりとかの季節とか内容に合わせてちょっとブラッシュアップして出していくっていうのが今でも苦しみでもありますけど楽しみでもあります。そうですね、やっぱりこんなとこに、お店があるので、工房もそうなんですけど、やっぱり海外の方、普段は清水寺行かれる方すごく多いので、まあ、いろんな方にこう注目していただいたりとか、こうお迎えいただいてお家に連れて帰ってくださる方が多いですね、やっぱり海外の方。
後にご紹介するのが、私のこちらも代表作になってるんですけれども、ライトです。代々、伝わる静止白磁という高村独自の白磁は透け感を持ってる焼き物になってまして、その透け感を生かして新しい作品を作りました。で、この今ご覧いただいている総ハサミって呼んでるんですけども、全てにハサミが入ってる作品は本当にハサミ入れだけで16時間かかる大作です。で、明かりがついてる時とそれから明かりを消した後の日中も楽しんでいただけるように、この緻密な細工から生まれる陰影がとても魅力的な作品になってます。だいぶ汚れた手で触られたりするとやっぱり少し汚れたりもするんですけれども、基本的には磁器なのでそんなにこう汚れが吸収されたりついたりすることもないので、このままお水でジャッと洗っていただけたら、そのまま自然乾燥していただけたら綺麗なまま保っていただけます。もちろん割れ物なので、あとやっぱりゴンって当たるとやっぱ割れちゃうので、その辺は大事に優しく扱っていただけると嬉しいです。もちろんこうオブジェだったり器だったりこう立体物とかめでていただけるものとかはたくさん作っていけてると思うんですけど、まあ、こう壁面装飾だったりとか、こう壁一面この花がだーっと埋まってるようなその場所を作りたいなっていうのが今は一番やりたいことですかね。こうやってこうハサミで花を切ってる花をこう壁一面にこう貼り付けてあるようなこうギャラリーだったりショップだったりっていうのを一つ作りたいなと思ってますね。それぐらいこうちょっとこの切り上げる花の美しさに自分自身も虜になってます。まあ、焼き物のことはもちろんなんですけど、地域のことだったり子どもたちのことだったりっていうのは自分の活動の軸として変わらずずっと持ってるので、私にできることならお手伝いさせていただきたいっていう思いでこういろんな活動をやらせてもらってるんですけど、やっぱり伝えていくっていうことも自分の次の世代に伝えていくっていうことも自分の大事な仕事だと思ってるので、自分が母親なので私ができること、小さい子どもたちに教えることだったりとか、自分と同世代の子どもを持つ親御さんに伝えていくことだったりとかっていうのがやっぱり私が一番できるやりやすいことだと思ってるので、それがなんか私の使命かなと思って、子ども陶芸は変わらずずっとやっていきたいなと思ってますし、あとは京都の焼き物、また全国の伝統工芸伝統産業も含めてこう日本の文化っていうものが少しでも興味持ってもらえるような形で見たことがないものを見せていけたら面白いなと思ってます。ハサミ入れるためにろくろしてるみたいな感じで思ってます。